サイン1912年のサロンドートンヌ。サゼンから、ジョセフ・シサキ、グループ・デ・ファムズ、アメデオ・モディリアーニ、スカルプチャーズ、左後から、フランティセック・クプカ、アモーファ、フーガイン・ツー・カラーズ、フランシス・ピカビア、ラ・ソース、ジャン・メッツ・ァンジェ、ダンサー・イン、エー・カフェ、アン・リル・フォー・コニエ、マウンテニアーズ・アタクト・バイ・ベアーズ・フランティセック・クプカ、または、フランチシェック・クプカは、 20世紀の画家。中小絵画、ヒグ象絵画の最初期の作家の一人。遅くとも1911年から1912年にかけて制作された中小作品が存在する。フランチセック・クップカと表記する場合もある。オーストリア・ハンガリー帝国領東ボヘミアのポチノに生まれパリ郊外のピュー島にて没する。1917年のクップカウィーンの美術アカデミーで、 学ぶ。初期には幻想的な具象絵画を制作している。その後パリに移り、具象絵画からキュビスムの影響を受けて、次第に抽象化が進み、1911年から1912年、頃には完全な抽象絵画に至った。1910年代、1920年代はカラフルで有機的な抽象作品であったが、1931年には、 アプストラクシオン・クレアシオンの主要メンバーともなり、1930年代には幾何学的傾向が強まっていった。一般にオルフィズムの画家に分類されることが多い。ありがとうございます。